お疲れ様です。ラットです。今回はですね、こちら。ですね。まあ、1.9 ってことで、まあ、ネタデッキなんですけど、これの、てかこのデッキで、今なんか海外のプロプレイヤーの人が数人ですね。これで、グラチャで12勝してて、今、僕もやってるんですけど、まあ、2勝1敗ってことで、いやー、まあ、こんな感じなんですけど、まあ、勝てないですよね。いや、ほんと勝てないんですけど、この僕が戦った最後の30種プラスのロイヤルホグのデッキにも勝ってて、海外のプロプレイヤーの方は、やばいなと思いつつ、まあ、これで順勝を目指していきたいっていうので、もう出だしつまずいちゃってるんですけど、まあ、これでですね、今日は行きたいなと思います。いやーマジでやばいです。普通にやばい。これでまず12勝っていうのが頭おかしいレベルですごい、普通にすごい。なんで自分もああ負けじとって思うんですけど、もう無理そうっすね。なんかもうマジで無理、本当に。まあ、しっかり左右に振りつつ攻めるんですけど、本当に無理。意味わかんないですよね。だってこれで12勝ってやばすぎっすもん。本当に。オッケーオッケーオッケー。いやーあれっすね。しょっぱなのディガーでキング起動されたのがめちゃくちゃ痛いっすね。まあまあまあややダメアドリードというところで、さあ。問題がスペルがウッドザップしかないので、まあ、これをどううまく使って削っていくかっていうところで、多分アイスピプラスのコウモリを残しておけば多分この相手には防衛できるかな。これアイスピプラスのコウモリ OK、 よいしょ。スケルトンもありましたけども、まあ、で問題がこの削りですよね。さあ、これユニットでポイズンとかと一緒に攻められるとしんどいから、アイゴリ出して、ああ、なるほどね。アイスピア取っておきたい。やばい。やばい、読まれてる。痛い。ずるい。俺だってそんぐらい、一発のダメージがそれぐらい欲しいけど、もう待って、無理。おー、ずるい。けどワンチャンなんか守れるみたいな。よいしょ。オッケー。もうゴリゴリで守ったけどもなんだよな、これ。どうやって勝つっていうねん、これ。無理でしょ、こんな。あ、ずれ。来る。痛い。いや、ワンチャンありそうな。ワンチャンありそうな感じもするけども。これ、ザップ打ったら、もうちょいダメージ入る。オッケーよ。おい、やめて。めっちゃ攻めてくるやん、相手。オッケー、584。オッケー、いける。待って、マジでいける。もう、しっかり防衛。オッケー、いける。あ、待って、やばい、やめて。あー、もう無理。マジか。いや、無理じゃね？なんやねん、これ。もう無理でしょ。これ、なんか、海外の C マキューヒュージさんかな。なんか、C なんちゃらさんとか、あとは、なんかもうね、本当に、海外のプロの超絶有名な人たちが、これでマジで12勝してるんですよね。ってことでも、思い知らされますね。ここの、なんか、こういうデッキも使えるっていう PS の差っていうのが。いやー、無理だけどな。
無理だけどな、これどうしたらいいんですかね。右側攻めて左側攻めてを無限に繰り返すのか。オッケーオッケーオッケー。これザップ垂れるゴブリン出す、アイゴルデンメイ、おいしょ、痛いな痛い、オッケーオッケーオッケー、よしよしよし、オッケー、惜しい。もうゴブリンの一発でさえも嬉しくなっちゃうっすね、このデッキを使うと。っていうのでこれどう攻めるかなんですよね。この多分休憩してもよくいけないのかな。休憩も攻める、守る、これザップ打ってダクネを処理、よいしょ、惜しい、これ惜しいっす。アイゴレでなんか出すと見せかけて何も出さない、逆サイに振るで、これがおーはーい、でもうまい。右側スケルトンだけでボーえいいで、左側はコウモリ出してザップ垂れるんですけど、もう一周のコウモリで防衛したいです。やめて、よいしょ、オッケー、守れるよ守れるよ、相手ザップないよ、相手ザップないよ、守れるよ、よいしょ、痛い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 、無理でしょこれ、待ってマジで無理マジで無理、本当によくこれで勝てるわ、本当に無理と思いきや、ワンチャンなんかめっちゃ刺さるくね。いや問題がここだ、問題がここだ。もうの両サイド攻め、これひどい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 。いや守れるよ、ゴブリン優秀。今ザップ使ったね、俺見てた。もう何してるか分かんないけど、とりあえずいっぱい出しとけばなんかいいみたいなのがある。よしよしよし、これは勝ったな多分。ディガー飛ばしてコウモリも出してザップ来る、やばい、オッケー耐えた、オッケー、ゴブリンで防衛する、一応コウモリで防衛する、でディガーを飛ばす、で気持ちいいザップ構える、はいはいはい、おいしいおいしい、きた、これもうこのもう500ぐらいになったら超絶ディガー&スペル圏内ってことで、もうこれ回して回してもう回しまくって、オッケー勝った、よいしょよいしょ、おーい、いや疲れるなーこれマジで、グッドゲームってことで、まあもう2敗しちゃってるんでね、これを12勝ってやばいんすよね。マジで。マジで。皆さんもやってみてほしい。本当になんかこれで、ちゃんとしたなんかもう実力がわかる気がしますね。なんか自分もまだまだだなって思わせられますね。これは。やばい。普通にこれで1勝するのも、めっちゃむずいと思うっすよね。意外とでもジャイニーはなんか勝ちやすいみたいなのがあるっすね。でもあの30位とかにはもうボコボコにさせられますね。よいしょ。さあ相手は枯渇デッキ。っていうことは意外と相性いいんじゃね。枯渇に対してはウッドザップのスペルあって、バレルも防衛できるから多分相性いい。これは相性いい。これ。コウモリで後ろ処理からのスケルトンでターゲットって防衛からのリガ。えいえい残れ、あー吹き矢ね、この吹き矢のダメージが入っちゃうと良くないから、しっかり防衛してテン、あ痛い痛い痛い、まあまあまあ、でこれ多分放置してくるところにゴブリン追加で、あーなるほどね、これプリンセス来ないかな、来たら美味しい、さすがに来ないか、はいスケルトン出す、だから右か左かと徹底してもいいな、どっち削るか。
まあどっちでもいいみたいなとこあるんですよね。やばい。ん？あれこれ間に合ってない。いや間に合ってる。やばい。やばい。このプリ痛え。やばいやばい。延命してこないでくれ相手。いやオッケー。刺さる。あーザップ欲しい。ザップ欲しい。オッケー。入る入る入る。オッケー。ってことは左攻めよ。左攻めよ。これはもうもう決めた。ロケット削りとかしてきたらもう許さない。マジで許さん。こう回転で回して、おー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 、それずるくないか、ずるくないか、そのスペルの削りはずるいって。こっちそんな持ってないって。これもう邪魔だからディガーで処理して、オッケー。やばい、そしてしちゃった。やばいやばい、無理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 、遠い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 。でことはギャング来るからザップ打って、おいしょ、オッケー、オッケー、コウモリ無双、これ左許容で、端前プリンがなんか来るか来ないか、来なかった。でもこれディガー飛ばして、よいしょ、もう回転で、あーこれウッドしちゃったかな。まあいいや、オッケー、あー結界みたいなのがある。これバレル来る、で端前プリンも来る、無理無理、え無理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 。これ読みウッドしてもいいけどな、さすがにやりすぎか。この辺に、あ、いやー刺さんない刺さんないけども、言うてみたいなとこあるな、言うてみたいなところある。いやあのプリンちゃんがめっちゃくちゃ邪魔。もうこれちょっとちょいと処理だるいから、プリン、あーやばい、相手がうまい、そういうの嫌い。もうこれ回す、回して攻める。やばいやばい、相手徹底的に後ろギャングで押さえてくるな。端前プリン限界か、いい、よし、ゴブリンですけどほぼ防衛、いい、今相手はない、オッケーオッケー、刺さるよ刺さるよ刺さるよ、あと240、240、よいしょ、これ後ろコウモリで、あーそれがずるい、しっかりターゲット取る、これも読みウッドやる、何が来ても入る、オッケー、やめて、やばいやばいやばい、オッケー、あぶねーあぶねーあぶねーって、なんじゃこれ、何しとんねんって感じなんですけども、いや、やばいな、これ。やばいな、これ。言うて面白いっすね。言うて。めっちゃ疲れますけど、面白い。っていうところで、まあ今回はね、まあ、ちょっとした面白いデッキを使ってみましたということで、でも実際にね、このデッキで12勝してる方もいるんで、まあまあ、本当に、ね、ちょっとチャレンジしてみたいなって方は、ぜひやってみてください。ということでね、今回は以上になります。ということで、良ければチャンネル登録の方よろしくお願いします。では、バイバイ。